はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ南部のロシア支配地域、複数の場所で爆発の報告。当局の報告や SNS 上の目撃証言によれば、ウクライナ南部にあるロシア占領地域の複数の場所で27日激しい爆発が発生した。ヘルソン州で開設されている SNS テレグラムの非公式チャンネルは、同州の町ノバカホフカやその近郊で複数の爆発があったと報告した。ノバカホフカにはドニプロ川に面する重要な水力発電施設がある。テレグラムのチャンネルの一つは、ノバカホフカで攻撃音が聞こえた、何かが燃えていると説明、煙が見える、爆発音のような音も聞こえたとも述べた。 CNN はどの目標が攻撃を受けたのか確認できていないが、ロシアが任命したノバカホフカの地元当局は、ウクライナ軍の砲撃で電力供給が断たれていることを明らかにした。ザポリージャ州メリトポリでは大きな爆発音が聞こえた。同市のフェドロフ市長が明らかにした。メリトポリはロシアの占領下にある都市で、前線から離れたロシア軍の拠点になっている。このように報道されております。ウクライナ南部ヘルソン州ノバカホフカとザポリージャ州メリトポリで27日に爆発があったと報道されていることは注目されます。ヘルソン州ノバカホフカにある水力発電所は、ウクライナ南部とクリミア半島北部の広い地域を灌漑するためにも重要な役割を果たしています。またザポリージャ州メリトポリはウクライナ南部に展開するロシア軍の重要拠点です。メリトポリでは4月14日、ウクライニスカヤプラウダは4月14日朝、メリトポリのロシア軍の鉄道車両基地近くで爆発。そこにはロシア軍が設備を備蓄し修理基地を設置していたと報道しておりました。さらに ISW は4月22日、ロシアの占領当局はまた、ウクライナのパルチザンがザポリージャ州の占領下にあるメリトポリの鉄道車両基地を爆破したとして非難したと報告しております。戦前の人口約15万人のメリトポリは、ウクライナ南部のロシア軍の鉄道物流拠点でありまして、ロシアと占領下のクリミア半島を結ぶ陸路輸送路の一部と報道されております。つまり、ウクライナ軍はクリミア半島にとって、重要な水力発電所があるウクライナ南部ヘルソン州ノバカホフカ、クリミア半島への重要な陸路輸送路の一部であるメリトポリのロシア軍拠点に損耗を加えていることが報道されていることになります。こうした中、次のような報道があります。クリミア半島セバストポリで大規模火災、ドローン攻撃か。ロシアの占領下にあるクリミア半島セバストポリのロシアが任命したラズボジャイフ市長は29日早朝、 SNS テレグラムでドローン攻撃により石油貯蔵施設で大規模な火災が発生したと明らかにした。ラズボジャイフ市長は、火災の原因はドローン2機の攻撃によるものだと明らかにしました。関係者によりますと、少なくとも4機のドローンが攻撃に参加し、2機が命中したとみられます。ラズボジャイフ氏は、火は約1000平方メートルの範囲に燃え広がっていると説明。火災が発生した燃料タンクはコサック湾に位置する。対応チームが現場で作業に当たっているという。また、ロシア側のクリミア当局は、ウクライナがこれまでもセバストポリに拠点を置く黒海艦隊に無人機による攻撃を行ってきたと説明しています。ウクライナは今回の火災についてコメントしていません。このように報道されております。セバストポリへは24日もドローンによる攻撃の可能性が報道されておりました。ロシア、クリミアの黒海艦隊への無人機攻撃を撃退。国防省、ロシア国防省は24日、クリミア半島のセバストポリ港に駐留する黒海艦隊に対する水上無人機による攻撃を同日未明に撃退したと発表した。ロシアのインタファクス通信によると、同港の旅客フェリーの運航は停止している。交通当局は運航停止の理由を明らかにしていない。突然、セバストポリ港がウクライナの無人偵察機に攻撃されました。2回の爆発が報告されました。爆発の様子を撮影した動画が投稿されています。ロシア当局者は攻撃を撃退したと発表しています。このように報道されております。僕の方でもこの動画を確認しましたが、動画を確認する限り、港に隣接する建物近くで大きな爆発が発生し、その衝撃で撮影しているカメラが揺れているように見えます。ロシアのインターファクス通信は、同港の旅客フェリーの運航は停止していると報道していることから、クリミアのセバストポリは港に何らかの損耗を受けた可能性が考えられまして、そして29日、重要な石油貯蔵施設で大規模な火災が発生していることが報道されていることになります。さらに3月20日には、ウクライナ南部へのロシア軍の兵力や装備の輸送拠点となっている
クリミア半島北部の町ジャンコイで大規模な爆発があったことが報道されております。つまりまとめますと、クリミア半島は5つの情勢に直面していることが報道されていることになります。1点目、メリトポリのロシア軍拠点が攻撃され、ロシアと占領下のクリミア半島を結ぶロシア軍の陸路輸送路に打撃が出ている可能性。2点目、ウクライナ南部へのロシア軍の兵力や装備の輸送拠点となっているクリミア半島北部の町ジャンコイで大規模爆発があったことが報道されていること。3点目、クリミア半島の重要な水源でもある水力発電所があるヘルソン州ノバカホフカにウクライナ軍の反転攻勢が始まっている可能性が報道されていること。4点目、4月24日時点でクリミアのセバストポリの港への攻撃で同港の旅客フェリーの運航は停止していると報道されていること。5点目、4月29日ロシア黒海艦隊の拠点セバストポリの重要な石油貯蔵施設で大規模な火災が発生していることが報道されていること。こうした情勢が見えてくると思います。つまりクリミア半島のロシア軍は陸路輸送路と輸送拠点に打撃を受け、クリミア半島の水源としても重要な水力発電所があるノバカホフカをウクライナ軍に奪還される可能性に直面し、ロシア黒海艦隊の拠点セバストポリへの攻撃で港の旅客フェリーの運航などに支障をきたし、重要な石油貯蔵施設で大規模な火災が発生していることが報道されていることになります。これは事実上ウクライナ軍がクリミア半島のロシア軍を陸路、海路両面から軍事的に封鎖する効果を狙っている可能性があるように見えると思います。そして同時にクリミア半島へのロシア軍の陸路輸送路と重要な石油貯蔵施設などが損を受けているということで、クリミア半島のロシア軍をある種兵糧攻めにするという効果も同時に狙っている可能性もあるように見えると思います。こうした情勢下、今までその存在が4回指摘報道されているウクライナ軍のグロム2短距離弾道ミサイルシステム、最大射程は約 400km から約 500km と指摘されておりますが、それがもしクリミア大橋に使用されるということがありますと、クリミア半島は孤立化する可能性が考えられると思います。こうしたクリミア半島の情勢はロシアプーチン政権にとってその体制維持にも直結しかねない問題になってきている可能性があるように見えます。こうした状況下、他にも次のような報道がされております。4月26日、キプロスのニコシアではロシア科学文化センターの建物で火災が発生しました。目撃者によると火炎瓶が投げ込まれたということです。現在建物内の火は消し止められており、怪我人はいません。4月27日、モスクワではビクトリアパークの高級住宅団地の建設現場で火事が発生しました。このように報道されております。つまりウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川東岸全体のロシア軍集結地や要衝ノバカホフカ、ザポリージャ州メリトポリ、キプロス、ニコシアのロシア科学文化センター、モスクワの高級住宅街建設現場、ロシア黒海艦隊の拠点クリミア半島セバストポリで火災や爆発的事象が報告報道されていることになります。これらの場所はすべてロシアプーチン政権ロシア軍にとって重要な場所と言えると思います。特にクリミアをめぐる情勢は緊迫の度合いを増しているように見えます。クリミア半島の情勢不安定化により、ロシアの不動産所有者はクリミアの戸建てやマンションを割引価格で売りに出していると報道されておりまして、広告された不動産価格は購入時には 50% も引き下げられるとした報道もあります。そしてロシアの司令部と行政関係者は不動産を売却し、家族をクリミアから避難させる動きが活発化し、クリミア半島内の民間人は避難の準備をしていると報道されております。今回29日クリミア半島セバストポリの石油貯蔵施設で大規模な火災が発生したと報道されていることで、こうしたクリミア半島の不動産価格の下落、クリミア半島内の民間人退避の動きは今後加速する可能性も考えられると思います。こうした中、次のような報道があります。ワグネル創設者プリゴジン氏、弾薬不足が解決されなければ前線から撤退。ロシアの民間軍事会社ワグネルを率いるプリゴジン氏はロシア軍が協力しなければワグネルは前線を離脱すると述べました。またウクライナの反撃はロシアに破滅的な結果をもたらすと警告しました。独立系メディア重要な話によりますと、
プリゴジン氏は29日に公開されたインタビューで、ロシア軍からワグネルへの弾薬供給が滞っている問題をめぐり、プリゴジン氏はショイグ国防相に最後通牒を添えた手紙を書いたと明らかにしました。28日までに問題が解決されない場合、ワグネルはウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトを去るとしています。またワグネルは間もなく存在しなくなるとも述べました。プリゴジン氏はウクライナ軍の大規模な反撃は遅くとも5月15日までに開始されるとして、ロシアに壊滅的な結果をもたらすだろうと警告しています。プリゴジン氏は14日に突如特別軍事作戦の終了を発表することが理想的な選択肢だと主張しました。プリゴジン氏の一連の発言の真意は分かっていませんが、ワグネルが前線から離脱すればロシア軍は苦境に追い込まれます。このように報道されております。もしワグネルがバフムトから撤退するという状況が発生しますと、バフムトのロシア軍は大きな打撃を受け、バフムトのロシア軍の戦線は崩壊する可能性すら否定できないように見えます。またもしウクライナ軍がバフムトでロシア軍を押し返すという状況がもし発生しますと、ウクライナ東部のロシア軍は総崩れになる可能性も排除できないように見えると思います。こうした中、次のような報道があります。ウクライナの反攻準備ほぼ完了、あとは実行命令待ちと国防省。ウクライナのレズニコー国防省は28日、ロシア軍に対する反転攻勢の準備が終わりつつあるとの見解を示した。オンライン上の情勢説明で述べた。次の問題は参謀本部次第とし、神の意思があり天候条件が整い司令官たちの決定があれば直ちに実行すると主張した。ウクライナ5月に大規模反攻か。1700両の大戦車軍団、渡辺氏成功確率は 50%。 ロシアの侵略を受けたウクライナの大規模反攻が5月にも始まるとの観測が強まっている。ゼレンスキー大統領が各国に供与を求めた戦車や装甲車などの戦闘車両は1700両以上集まった。ロシア軍が掌握する東部や南部での攻勢が予想される。反撃の口火どこから。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長によると、NATO 加盟国と友好国がウクライナに供与した戦闘車両は装甲車が1550両以上、戦車が230両以上で、各国がウクライナに約束したうちの 98% 以上が引き渡されたことになる。戦車ではドイツ製のレオパルト2やイギリスのチャレンジャー2、アメリカのエイブラムスなどが到着した。ストルテンベルグ氏は同国の9つ以上の旅団を訓練したと表明。今月末までに12旅団を編成する予定と伝えられている。ウクライナはどこで反撃の口火を切るのか。元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺氏は、1ザポロジエ州からアゾフ海の海岸線到達を目指す、2ヘルソン州からクリミア半島の付け根を目標とする、3激戦が続く東部地域のいずれかを想定する。通常優勢を確保するには敵方の3倍の戦力を要する。ウクライナ軍は戦力を集中させるため3正面のうちいずれかを選択するだろう。戦車や歩兵戦闘車はなるべく障害の少ない地域をロシア軍が対応できない速度で進軍し、配備が薄い主力部隊の後方を狙う迂回戦術が考えられるという。成功確率は 50%。 供与された戦車はどのように使われるのか。軍事ジャーナリストのセラ氏は、戦車は敵の塹壕を越え、戦車砲が敵型の戦車や歩兵戦闘車、塹壕の中の歩兵を標的に攻撃しつつ相手の前線を押し下げる戦力になる。ただ戦車単独で万能なわけではない。対戦車ミサイルを持つ敵兵には歩兵戦闘車の兵士が対峙し、鉄条網や対戦車壕、地雷原などには工兵が対処することが必要だ。空域からの攻撃にも弱いので制空権を握れるか、戦車の燃料の補給が続くかも鍵になると指摘する。ウクライナは勝機をつかめるか。渡辺氏は、反攻の前提条件は揃いつつある、成功する確率は 50% 以上と見ているが楽観はできないと強調した。このように報道されております。ウクライナ軍の大規模攻勢がどうなるのか、その行方に注目が集まっています。ただウクライナ軍の大規模攻勢がどのような結果になろうとも、西側諸国は今後もウクライナを支援し続けることが重要であります。ロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵略は決して許されません。ウクライナ国民の方々の平和な生活を破壊し、ウクライナの民間施設などを無差別攻撃し、ウクライナの子供たちを連れ去るロシアプーチン政権とロシア軍の蛮行は決して許されません。ここでウクライナ国家をご紹介させていただきます。ウクライナ国家、ウクライナは滅びず、ウクライナの栄光も自由も未だ滅びず、若き兄弟たちよ、
我らに運命は未だ微笑むだろう。我らが敵は火の前の梅雨のごとく滅びるだろう。兄弟たちよ、我らは我らの地を治めよう。我らは自由のために魂と体を捧げ、兄弟たちよ、我らがコサックの士族であることを示そう。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。